マルコ。この先に放置された地下祭壇があるよ。伝説では、溶岩ガニは祭壇に捧げられた供物のカニに異変が起きたのが始まりなんだって。溶錬原石はそこに隠されていると思わない？本当に真剣に分析してるんだな。一度信じてみるべきか。俺が行ってみよう。イリアは安全な場所を探して隠れてろよ。安心して。猫が見つかりたくない時には誰にも見つけられないんだから。特にバステト一族の猫はね。
原石を狙う御堂の知らずは必ずや神の罰を受けるであろう。凡人よ、せいぜいあがくがよ。科学的だが、あいつはおそらく4000年前の。あ、わかりました。4000年前のケメト最後の王、ファラオですね。イリア神官の研究報告に出てきました。神官、まさかあのお父さんを探してるジョーちゃんじゃねえだろうな。イリア神官はまだ若いですけど、すごい才能の持ち主ですよ。ケメト地方で一二を争う神秘学の研究者じゃないでしょうか。ああ、すごいですね。私たちがここを見つけられたのも彼女のおかげですね。早く教えてくれ。彼女の報告書には何て書いてあるんだ。はあ、報告書は何万字もあるんですよ。そんなに私を困らせないでください。具体的な内容が知りたければ本部に戻って聞いてみましょう。そうですね。私が今回飛行機で来たのは皆さんを連れて帰るためですから。ビクトル長官が直接会ってお話がしたいそうです。よーし、相川ヘリ離陸します。目的地はアンドリュータウン。